リンタコ船長、今日はよろしくです。よろしくお願いします。今日は、まあ、天気はなんとか持ちそうですね。昼間ではね、晴天で、でも雨予報やったんですけど、ちょっと予報が遅れて、夕方ぐらいから雨かな。まあ午前中勝負ですね。風ないよね、でもね。風ないです。よし。昨日もまあまあ釣れてるんで、今日もいいんじゃないかなと。了解です。しっかり釣らせてやってください。よろしくお願いします。はい。朝一、まだね、日も出てない、 日も出てないというより、と薄曇りでお天気も悪く、まあ雨降ってないんだけど、風もねちょっと強いので、まあ朝一ちょっと風浦のね車楼から始めます。まあ、車楼の根魚ゲームなので、ちょっとごっつんバイブ 14g でね、様子見てみましょう。何が釣れるかは分かんない。はい、僕ね、割と根魚ゲームね、こうメタルバイブでやることすごく多いですよ。普通のプラスチックバイブも使うけど、メタルバイブ扱いやすくってかなり好きですね。いろんな魚釣れるしね。割と浅い釣り方、釣り方ね、メタルバイブ夜と昼でねだいぶ変わってくる。昼はねもう簡単、着底したとこからこう巻くだけ。巻きスピードもね、もう昼間はねこれくらいでいいですよ、早めで。で夜はあのボトムで、まあボトムバンピング、コンコンコンってやったり、ブルルルってやってスーッとテンションフォールド落としたりが、あ、早速釣れました。これは何でしょうか。ちゃんとフック加えてるよ、ありえんな。すげえ、これエソだよ、ちゃんと。これ引っかかったんじゃないよ、これ食いに来てるからね。すごいな、エソ、これ最小記録だよ。びっくりした。はい、もうエソは過去にも数えきれないほど釣ってるけど、こんなのは、これ写真撮っといて。ごっつんバイブなんだけど、愛がね、4つあります。で、基本、巻きの釣るときは一番前ね。で、まあ、荒根でボトムを釣るときは、逆に一番後ろにして、こういう逆立ちモードにして。でここにボトムノックセンサーがついてるので、まあ、ボトムタッチしやすいのと、鉄板むき出しなので、あの高音が出るのね、カツンカツンと、まあ、それ非常に根魚好きなので。あと一番後ろのやにすると根掛かりがしにくい、プラス外れやすい、前になるほど外れにくくなるんだ、ね、だから巻きの釣りと落とす釣りとでこう使い分け、そのために愛が4つ設けてあります。よし、さあ行ってこい。はい、着底。まあ、ボトムから巻いてくるだけの釣りなので、あまりそのテクニックとかは関係ないです、この手の釣りはね。それよりはあの広範囲にね、素早くサーチしてやる気のある魚を、取っていくような釣り方です。
もうこのスピードでもね、いればもう本当にガツンと食ってくるので、カサゴでもね、意外にすっ飛んできて食うのよ、ガバッて。で、こういう薪の釣りで食ってくるカサゴってでかいからね、もう20センチ後半とか、うまくいけば30センチの中盤とかまでね、出ちゃうんで。この大分の海域はね、ハタは基本大門ハタ中心になります。キジハタはね、少ないみたい。どうやら大門ハタ、それもビッグ大門がよく釣れてるみたいです。今ねちょっと風が強いので、表へ出れなくて内側でやってるので、大門ハタはちょっと望み薄だろうということで、今鉄板バイブ入れて、まあ、カサゴなりね、シャロー側にいるお子ちゃま大門ハタ君でも釣れないかなと思ってやってるんですけど、まあ、だからこそある程度その薪の釣りをベースにしたようなメソッドでね、狙ってます。砂地かな、ここは。お、お、おし食った、おし食った。ほら、薪の釣りで食ったぞ。そう小さくないぞ、こいつ。なんだろう、お子ちゃまーって感じだ。そこそこの感じだぞ。お、なんだこれ。お、マハタだ、マハタ来た。ね、ネットいらないサイズだけど、マハタ来た。おお、マハタいるじゃない。これ嬉しいぞ。マハタいるんだ。へえ。よし。マハタがいた。綺麗だな。これちょっと嬉しいよ。これ。きってー。ね、マハタも子供の頃はこの島がはっきりしてて、これ村田一さんがよく言うんだけど、これみんなこう縦島だと思ってるじゃん。違うんですよ、魚の島はこう見るんだからね。なんかこれ横島ね。はい、マハタです。マハタもどきでもないし、闇ハタでもない。これ闇ハタってよく似たやつがいて、いるんだけど、こんなにね、白がはっきりしてないの。ズズグロくてこんな感じのやつが闇ハタ。これマハタです。あはは、嬉しい。これは嬉しいぞ。マハタとかね、オモハタってのは回遊性高くて、フィッシュイーターなので、薪の釣りでね、ガンガン追っかけてきてくる。うん、もうそのサンプルみたいな釣り方したね、今ね。はい、写真お願いします。これはいいよ、素敵だこれ。はは、よし、サンキューサンキュー。あれ、外れね。よしよし。おっ、うわー、むちゃくちゃ元気。もう一瞬にして見えなくなった。パーンと。今また小さい魚がじゃれてきた。ここここって、ああ食ったぞ。なんかじゃれてきたなと思ったら、やっぱり追い食いしてきたな。大きくはないけど釣れちゃった。なんだ、オーモンです。オーモン出ました。オーモンというか肛門かな。肛門です。肛門です。肛門です。かわいい。
ほらやっぱ岸際にいるよ、おこちゃまくんが。はあ、ね、小物釣り好きだからね、全然ね、ビッグオーモンでなくてもこういう釣りはこういう釣りでね、好きなんだよ。はい、ポイントでは初です。ん、初です、ここでは。あ、本当、はい、開拓者です、ね、開拓者よし、おかえり、ビュー。今くらいのね、かわいいオモハタはね、昭和ラインから小さいジグヘッドのワインド系なんか使ってね、飛ばすと結構よく釣れる。伊豆なんかをね、弾丸して僕結構遊ぶんだけど、4グラム、5グラムぐらいのね、ダート系のジグヘッドで岸際のウィードの外をね、パン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 とやるとね、今みたいな子がね、結構釣れるんだよね。まあボートからだとね、ちょっともったいない釣りになったんだけど、まあ僕は小物でも全然好きだから、ボートからでもね、やっちゃうけど。わあ、当たる、なんか当たりが出たりした。やっぱり全部岸際にいるんだな。巻きっぱなしの方がいいのか。まあ今のところダーッと巻いた方がよく釣れてるのは間違いないな。あ、なんだこれ、かかんない。何が当たったんだろう。ひっくり返された。こんななっちゃって追突されて。マハタが欲しいね、もう一匹マハタいないかな。このタックルで遊ぶのに本当にぴったり、お手頃。おお、引ったくられた。喋ってたら持ってかれた完全に今フォー、テンションフォールさせたらゴーッと持ってかれた。ぴったりお手頃。なんだなんだ、エソだろどうせって悪口言っちゃいけないね。サイズアップですちょっとだけ、ちょっとだけサイズアップした。今テンションフォールさせたら来たよ。ゴゴって、ゴゴじゃないって、ゴーンって引っ張っていったよ、フォール中に。ほら2センチほど大きくなったかわいい。こんなちっちゃい子でもやっぱ旗すごいね。今テンションフォールさせてたらもううおーんと思ってったから喋ってたらうおーんってパワーがあるんだよ、オーモンは。このね、大きくなるとはっきり分かるんだけど、尻尾がこう尖ってるよね、四角く切れて。でキジハタの場合はこうつるんと丸いんだよ。でこういう幅広くてこう切れてる、角が尖ってる尾っぽってやっぱ遊泳力がある証拠なので、ちっちゃくてもね強いです、この子たちは。で頭を下にしてテンションフォールで沈んでたバイブへ、リアフックへガツンと食いついてひったくっていった。パンカビ、よく釣れるパンカビはい、ありがとう。テンションフォールで食うのか。かなりロングフォールっていうか、ロングステイというか、
こうやってね喋ってたらもう勝手に持ってたもんな。よくわからんなパターンが。まあでも間違いないのは岸際にいるわ。お、連続ヒット。またこれフォール中に食ってたよ。巻かないうちに多分ヒットしてた。おおおこれ楽しい。これこう結構竿曲がってるじゃない。もうなんだあんまり引かないんだけど。あ、動いてる動いてる。魚なのは間違いない。なんだろう、あまり泳がない大物かな。お、よし。 おまた2センチサイズアップしたよ。お約2センチじゃないわ、だいぶサイズアップしたこれ。全然10センチぐらいアップしてるじゃん。いいじゃん。注文です。注文だった。小文から注文にかいいね。時間帯とともにどん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 良くなっていくじゃん。ほーらー、がっぷり頭から加えてるよこれ。ほーらー、お、30センチあるじゃんこれ。30ないのか。30はないか、細長いからね。あ、さ、完全に30超えてるよこれ。シャクメバルです。これが大分のシャクメバルです。はい。よいしょ。はい。うん、好調じゃない。なかなか楽しいぞ。で、あの一応でかいオウムも釣ろうと思ってさ、こういうごっついタックルもね用意してきてるわけよ。こんなルアーつけてんのよ。まあこれはね50センチぐらいのビッグオウムを釣るために用意したタックルなんだけど、僕は結構やっぱり根っからの小物師の面があって、小さいやつ楽しい。小さいやつってほらチャンスが多いじゃん、遭遇するチャンス多いよね。やっぱりね魚釣りってね釣れなきゃ楽しくないんで、でやっぱりアタックの回数が多い釣りはね、あのいろいろヒントもらえるし、あのスキルがこうアップしていって、でいかに小さいとはいえ、あの同じ種族だったら大きくなってもね、あの成功性癖っていうのかな、それはねそんなに変わらない。ただ住んでるエリアがちょっと変わるだけで、だから小物である程度そのなんだろう感覚つかんでおけば大物も釣りやすくなるんです。はい、まあ夜が明けて時間帯がいい感じになってきたのかもね、サイズが上がってきたのは。いいなあ、ベタ投げで。ベタ投げっすね。最高。釣りやすいよ、これは。ちょっと小さいワンドになってて、ね、緩やかなね、小さいワンド。重旗はワンドがいいんですよね。あ、そう。うん、こういう中にやっぱりベイトが入ったりすると一番いいんですけど。実はね、重旗メインで、ボートから狙って釣るの初めて。あ、そうですか。うん、赤旗、キジ旗あたりはね、ボートからでもやってるけど、大門旗を狙ってボートからっていうのはね、実は初めてなんで、まあ、僕自身もね、ボート持ってるけど、あの瀬戸内には大門旗いないんで、うん、あの、なんだろう、突き場とかね、その辺はまだちょっと読めてない。だから今日はちょっと楽しみですわ。はい。で、竿これ全然旗用じゃないんだけど、実はこれ、アジメバル、まあ
アジというより もうメバルのプラッキングにねちょっと特化した形で今プロと重ねてるんですけど、ベイトフィネスロッド、まあ、これで少しねちょっと大きな魚を釣ってみたくて今日はねあえて持ってきてます。 PE はね 0.85、 はい、リーダーが3号です。うん、なるほど。あの辺ウィードがびっしり生えてて足元が10メートル以上、船下が切ってるね。なるほど。あ、もう着底したよ。あ、サインだ、あそこは。なるほど。ネチネチやるよりはスピーディーな釣りの方が向いてんのかな、やっぱり大物が。深い方も。深い方はやっぱり7じゃちょっときついね。14グラムぐらい投げたいね。もうなんか食ったよ2投目で食ったで、2投目で2投目で食ったぞ。なんだろう、なんだろう、なんだ。あー、かわいいおもんちゃん、見て、ほらおりゃちょうどいいね、楽しいぞこれ、うん、しかもライトロッドで、まああのまあ、メバリングセッティングなんでちょうどいい相手だこいつ。メバルサイズ釣れちゃった、ほらメバルサイズだけど可愛いぞ。無理。早い。早いで勝負が。ねえ。さすがでしたね。あっさりあっさり組んで。えてててて。あっさり組んですよ。よいしょ。結構浅いっすよね。とっとっと。うん。次泳いで次。ちょっと深い側へ。今あのウィードが岸際にあって緩やかにこう斜面があるんだけど、斜面の中途で食ってきた感じだったね。まあどうしてもね、浅ければ浅いほどちっちゃくなるよね、基本はね。ちょっと深い側、ブレイクの落ちきったところあたりに多分いればでかいのがいるから。メタルバイブはねやっぱり波動が強いので、あの獰猛なハタ科の魚はね非常に釣りやすいです。もうちょっとブレーキ緩めてもいいな。よし、おっしゃ、ヒット4頭で2匹ちっちゃいけどポンポン釣れるぞ。いいね、あのスタートは、お、カサゴだ釣れますね、こういうスタートがいいよ、こういうスタートが、うん、ね、小さいところから始めて、最後にクライマックスでドーンって絵に描いたようになってほしいで、ね、うーい、かわいいかわいい、うん、よっしゃ、OK、サンキュー。今浅い方に投げたからカサゴくんが、よいしょ、どんどん行きましょう。今巻いて食ったよ、かなりそこから巻き上げてきてね、かなり浮かしたところで食ったから、カサゴでもねあんなに追っかけてきて食うのよ。で、ましてやハタだったらってことだよね。で、ハタもね、いろんなハタがいるけど、もう僕の経験でも思うハタっていうのはもう間違いなくひときわ遊泳力が高くて、もう10メーターも追っかけてくる魚だからね。こういうスピーディーな釣り方が合ってると僕は思うんです。おい、お、今度下がってたぞ、6頭で3匹6頭で3匹できすぎです。おーしよしよしよし、おーおお、粘る粘る、おお、いいカサゴだ、いいカサゴだ、おりゃ、
カサゴグッサイズ巻きで食ってきます。こいつもねボトムから今の感じだと3、4メーター上げたとこで食ってきたよ。ごっつんごっつんごっつんバイブごっつん。ここへねインクスレーベルって書いてあるから釣れる。知ってた？知りませんでした。インクスレーベルって書いてあると大体よく釣れる。こういうとことかね。最高。いいぞいいぞ。のっけから楽しいぞこりゃ。写真撮りましょう。あ、写真も。完璧です。はい。よいしょ。あ、こんなに釣れるんだったらあれだよ。バーブレスにしたいな。外すのが大変。がっつり。普段やってもこんなにはパタパタ釣れないですね。ああそう、やっぱルアーが変わればそうなのよ。だからねもっとみんなバイブレーション使ってほしい。ほんと簡単に食ってくるのよ。やっぱあのブラックバスなんかはねやっぱちょっと強波動を使うともう擦れちゃってるから釣れないってこともあって、あのフィネスなフィネスなスローなスローな優しい釣りが主流になってきてるんだけど、あの言っとくけどソルト違うよ。ソルトの魚すれてないから。だからもっと強波動のねルアーをね使った方がいいと思う僕は。だからこのゴッツンバイブとかさ、ロックンチャターとかね強波動のルアーを最初に僕出してるわけですよ。着底して今浅いとこへ着底してるからね。でこう巻いて当たんなかったらクラッチ切って深いところへ沈める。はい着底で巻いてくる。だいたい5巻きか10巻きの間で食ってきてるのでそれぐらい巻いたらまた落とす。とりあえずこの5、6頭今7頭8頭目だけどの中で分かってきたことが今2つね。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 ぐらい巻いてはまた落とすの感じでいいのかなと。とりあえずはね、だいぶ船下の今深いところまで、今初めて持ってきてます。ブル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 食わない。コースが違う。まあ、今これ使ってる竿はあくまでもベイトフィネスロッドなので 2g とかでもね投げられるようにしてやるアクションなんですよ。でベイトフィネスもねあのバスから出てきた概念で、僕もねいろんな竿をプロトで組んでもらったりしたんですけど、あのバスフィッシングのテイストで作るとねやっぱソルトではねやっぱちょっと事情が違って使いにくいのよね。バスフィッシングってやっぱりある程度このショートディスタンスでティップでこうパーンと弾くようなキャストが主流になってくんだけど、ソルトだとねやっぱり大きなスイングワークで遠くに飛ばしたいというのがね必ず出てくるので、そういう意味でねやっぱちょっとテイストが違うんです。こう大きく振りかぶって遠くに投げるで、なおかつ軽いルアーでも、バックラッシュしにくいという調子に作らないといけない竿は。で、意外にまだ皆さんね、特にソルトの人には浸透してないんだけど、リールがさ合ってないから、あ当たった、あ食った。リールが合ってないからバックラッシュすると思いがちなんだけど、もちろんそれはそうなんだけど、実はね竿で随分違うのよ。バックラッシュするしないは竿で。あ、メバルだ。やった、やった、メバルだ。さすがゴッツンバイブ。メバルだよ。日が昇ってんのにメバルだよ。ここメバルんですね。です船長が言ってる、船長が。メバルだよこれ。やったことありますけど。ほら。記憶ないな、ここ。うん。
だからあの僕昔から使ってるでしょ、メタルバイブメバルね。釣れるよ。はい、写真、写真をカチャ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 、本当にすごい。 OK です。はい、サンキューサンキュー。メバルまで釣れちゃった。はい、3目早い。よし、ガンガン行くぜ。まあね、ほんとかなりすごいペースで今釣ってるんだ。メタルバイブの威力です。まあ実際僕なんかがその10年以上前からメタルバイブでね、メバルを釣ることを提唱してきてるんだけど、その釣り方っていうのは着底した状態から起こしてこのまま待つわけ。ツートンで、このトンの手前かトンの時かに食ってくの。メバルは大体リフトしてテンション、これがメバルの釣り方なんだけど、今日はメバルじゃないからね。今日は基本ハタなので、もっとアクティブだから、そこからこう巻いてくるだけでも食ってくるし、まあ実際あの根からそんなに離れないタイプのね、カサゴでも巻きでね全然食ってくるので。風が出て船が流れてる。ちょっとルアー交換。魚の活性が結構高いので7グラムから14グラムに変更、ね、よりフォールスピードも速くリアクションで、ね、スイッチが入れやすいです。重たい方がライトゲームだけしかやってない人はね、ちょっとその辺があの捉え損ねてることがあるんだけど、軽い方が釣れると思ってる人が多いんだけど、重い方が釣れることたくさんあるからね。反射で食わせたい時なんか特にそうだよ。あの 14g 結んでんだけど、普通に投げてるだろ、これよくできてんだこの竿。 2g から 15g ぐらいまでね、あの何のストレスもなく扱えちゃう。うまくできてる本当に。であのプラッキングをすることをメインに作ってるのでね、わりかしこうスローなアクションなんのように見えて、実はね結構張りも持たせてるので、こういうボトムの釣りもね、ね、そんなに曲がってないでしょ。ちょうどいいかけどころが曲がってるぐらいでね、アクションさせてなんか両面的にも使える。まあ本当にボトムだけ攻めたい時はもう少し針の強い硬い竿の方が楽なんだけど、まあプラグを投げやすいアクションでありつつ、ボトムもやれなくはないよというふうにね見てもらったらいいかな。一本であれこれやれちゃうと。1回くらい巻いてはまたボトムを取り直して、よし、あった、よし、あ、こいつはいいぞ、こいつはいいぞ。ドラグ滑ってます。うわ、小物用のタックルだから、まあまあいいカサゴ。ほら、追っかけてきて食った。かけてきて食いました。いいかサゴくん、いいよ、俺は嬉しいよ、ハタじゃなくても。ほら、かっこいいな。深い側にはちょっと少し大きいのがいいかな。おお、グッドです、グッドです。いいじゃん、楽しいな、人類楽しいぞ。
人生楽しいぞ。ゴッツンバイブ 14g とグッドカサゴくんです。最高。じゃあこっちで写真を、うん。